はい、どうもメイチャンネルです。今日私はですねこちら海老名ねサービスエリアの方にやってきておりまして、これからですねホテルインディゴ箱根さんの方にね向かっていこうかなというふうに思いますんでね、今車で向かっているという状況です。じゃあねもうあと50キロぐらいなんでね、このまま向かっていきたいなというふうに思います。行ってまいります。ね、来たね。じゃあ、りっくん出発進行。出発進行。リンゴジュースだ。はい。はい、とりあえずね今到着しまして、時間的にはね今10時39分という感じですけど、これからねチェックイン手続きの方していこうかなっていうふうに思います。まだねお客さんも朝食食べてますからね、そんな時間ですよね。はい、レイ君もねフィットです。はい、ということでね無事にチェックインがね完了いたしました。もうね電話番号と名前署名書いただけでねチェックインが完了しました。そしてね一つ上のアップグレードということで、今回ねスイートルームプレミアムスイートにアップグレードしていただいております。チェックアウトはねやっぱりね14時、なんか前16時だった気もするんですけど、ちょっとね、まあ、温泉地だからっていうこともあるのかもしれないですね。でもうお部屋ね整ってるっていうことなので、11時前ですけどもうお部屋の方に帰るという感じですけど、スパークリングワインいただいてますんでね、これいただいてから行こうかなというふうに思います。はい、じゃあねチェックインが完了しまして、今回は、ね、407号室のスイートルームということになっております。はい、4階到着ですね。はい、本日ねこちらの407号室となってます。入っていきましょう。はい、こんな感じのねお部屋でございます。ちょっとねぐるっと見ていきましょうか。もうね荷物は入れていただいております。はい、いや久しぶりね2回目のプレミアムスイートですけど、やっぱりいいですね。はい、こんな感じ。ベッドルームがあって、眺望ですね。はい、このようにねバスタブがありまして、まあ、眺望はね、やっぱり、はい、こういう感じの川のね、ビュー、リバービューとなってまして、まあ、奥にはね、バスの停留所なんかがある感じですね。はい。まあ、こんな感じのビューというふうになってます。そして、お風呂ですね。はい。では、室内に戻りまして、ちょっとね、見ていきましょう。はい。まずね、玄関。まあ、特に分かれてません。こんな感じでね、非常に暖かい感じのウッドがね、使われております。入っていただいて右手にはですね、こういったね、エアコンのスイッチ類。で、照明。で、ちょっとしたね、お飾りですね。
めちゃめちゃおしゃれじゃないですか。足元には空気清浄機、間接照明があって、これも、ね、多分ね、箱根の地元のね、細工だと思います。ここら辺収納ありますけどね、基本何か入ってるわけではございません。でも、すごいね、おしゃれな感じです。で、入っていただいて正面ね、こういった感じのデスクあります。結構ね、これ好きだったんですよね。はい。こういったちゃんとね、USB-A があったりとかですね、HDMI のコネクタがあったりとか、Bluetooth のボタン。そしてね、こちらに 3.5 ミリのね、イヤホンジャックがあったりしますね。で、こういった間接照明ですね。確かね、机の中は特に開かなかったかな。ここ何もね、入ってなかったかなと思いますね。はい。こういう感じ。木なんかも、こちらの椅子なんかもね、非常に可愛いんですよね。こんな感じ。で、こちらに確かね、LANケーブルとか、はい、こういった感じで、コンセントが2箇所と、USB-A のね、ポートが2つあるという感じですね。はい。いやー、かわいいです。そして、こういったね、コーナーソファーがございます。はい。どうでしょう。結構ゆったりしていい感じじゃないですか。でちょっとしたね、コーヒーとか飲み物を置いていただけるね、台があって、ここら辺もね、非常にセンスを感じますね。はい。こんな感じのね、コーナーソファーとなっております。そして、はい、こちらですね。お帰りなさいませということで、総支配人の、ね、方のメッセージと、ウェルカムスイーツでお菓子がね、あります。これは何だろう、箱根のなんかお菓子ですね。ちょっとね、ソファー座りました。はい、こんな感じのね、ソファーとなってまして、結構ね、ゆったりしてていい感じです。じゃあね、続き見ていきましょう。はい、そしてミニバーのね、コーナーでございます。はい、こんな感じでね、これがね、好きなんですよね。バーって書いてありますね。で、赤の差し色が入ったね、ネスプレッソマシンがありまして、で、茶器ですね。はい。結構ね、ずっしり、しっかりとしたもの。で、湯飲み茶碗ですね。色が違う。赤と緑。そして、お水ですね。あ、なんか瓶だったと思うんですけど、瓶じゃなくなってますね。ペットボトルになってる。でもね、富士のお水だ。で、こういったね、細工のティッシュボックスがあったりとか、いい感じですね。禁煙ですよ、というマークです。で、こちらね、開けていただきますと、TWG の紅茶と緑茶。そしてね、カモミールがございます。そしてこれもね、地元の緑茶です。はい。で、スプーンとかね、栓抜きがあったりして、ネスプレッソマシンのポーション、こちらにありまして、6種類。全部バラバラ。すごいですね。こんな感じのね、ネスプレッソのポーションがございます。はい。で、ここら辺にグラスだったりとか、マグカップ。結構ね、おしゃれな感じですね。緑と青2色ございます。そしてグラスですね。よいしょ。で、こちらに、こういったね、お菓子類があったりとか、下には電気ケトルですね。はい、こんな感じの電気ケトルがございます。どこ製なんですかね、これね。ちょっとわからないですね。で、こちらの大きいところをね、開けていただきますと、冷蔵庫なんですけど、ここにね、シーバスとかもね、全部入ってる感じですね。はい、こんな感じの、はい、冷蔵庫という感じです。いやこれもね、非常にセンスいいですね。そしてこのテレビ見てください。めちゃめちゃ大きいんですよ。何インチだろう、ソニーのね、テレビとなってますけど、何インチかわかんない。80インチぐらいあるのかな。結構でかいですね、これはね。かなりでかいです。で、右手、こちらね、コネクティングルームで、今ね、コネクトされてませんので、開きません。まあ、こんな感じですね。めちゃめちゃ大きくないですか、テレビ。はい。で、こちらね、左、言っていただきますと、ドレッサーがあります。これ女性には嬉しいんじゃないですか。結構和のね、テイストですけど、こうやってね、電気つけていただくことができますし、ここのリンゴのね、中には何も入ってないんですけど、細工ですね。これもね、すごいいい感じです。はい。かわいいですね。で、ゴミ箱がね、あって、これうちもね、使ってるんですけどね、こういう感じのゴミ箱です。そしてね、収納部ですね。はい。結構広々。ございます。当然ね、ここはこうやって
間仕切りでね扉閉めていただくことは可能です。で上にはねバスローブがあったり枕があったりしますね。そして浴衣ね羽織るものがあったりとか、ちょっとね温泉に行くときに荷物を入れていただくカゴがあったりとかですね。でアイロンとかこんな感じです。そしてスリッパどんなのだったかな、こういう感じふわふわですけどね結構おしゃれな感じになってますね。後ほど開けてみたいと思います。はい、そしてこちらにはね浴衣がね入っております。緑の帯のものと赤の帯のものですね。女性男性用という感じです。これもね後ほど着ていきましょう。そしてこちらにはセキュリティボックス、セーフティボックスがねございます。ここどかさないと開けられないですね。はい、こんな感じです。はい、そしてねスリッパこんな感じのふわふわもこもこスリッパとなってます。いい感じですね。はい、そしてねベッドルームでございます。ベッドルームというかこのね畳の上にベッドがね2台置かれてますよ。こういう感じでめちゃめちゃおしゃれです。でこのベッドパネルね非常におしゃれなんですよね。どうですかこの和モダンというかもう和ですね。天井なんかもねちょっと斜めってるんですけどこんな感じの天井となってまして非常にねおしゃれな感じです。じゃあねベッドパネルの方見ていきましょうか。はい、で間接照明ねこんなおしゃれな感じのものが置いてありまして、こちらね照明のコントローラーですね。コンセントが1箇所と USB-A がね2箇所ある感じです。そして電話機と、でこの下はね特段開かなそうですね。もう完全に台みたいな感じになってますね。引き出しあったかなと思ったんですけど開かなかったです。はい、こんな感じのねベッドダブルが2つっていう感じでしょうかね。で反対サイドこういった照明があって、時計と BOSE のね Bluetooth のスピーカーがございます。そして同じようにですねこういったシェードを開けていただいたりとか電気をね調節できるコントローラーございます。あとは USB-A とコンセントはね1箇所という感じですね。はい、こんな感じでございます。でこちらのね窓に関しましては当然ねあのブラインドとか閉めていただくことがね可能となってます。はい、こんな感じでねシェードカーテンを閉めていただくことができますね。はい、まあねとりあえず今一旦は開けておきましょう。はい、そしてね洗面です。ここもね2台このようにありますよ。結構ねゆったりしてますね。じゃあまずねこちらのシャワールーム行ってみましょうか。はい、こんな感じの椅子があって、上にはですねレインシャワーがあってシャワーという感じですね。はい、そしてねシャンプー、コンディショナー、ボディーソープに関しましてはこのバイオロジー製のねものとなってます。確かねちょっとエスニックっぽい感じの匂いだったかなと思います。はい、でこちら難しいな、1と2しかないですね。1が多分普通のシャワーですよね。どうなんだろう、ちょっと怖いですね。はい、1が普通のシャワーとなってまして、こんな感じの水圧まあ十分ですね。いやこれはね怖かった。1がレインシャワーだったらカメラ死んでました。こう、はい、じゃあ出ましたね。こんな感じで、はい、照明のコントローラーだったりとかスピーカーのねコントローラー、テレビの音量がねこちらにもスピーカーで出るようになってますね。でコンセントでアメニティ類がねこういった桶にまとめられております。かわいいですね。でこのコップもねちゃんと歯ブラシがね立てられるようになってます。はい、ここら辺のね鏡は意外と普通なんですよね。はい、で引き出しありますけどからですね、ここら辺とかね結構こだわってますね。はい、からです。で足元にはタオルありますけど、こういったねタオル入れる木なんかもね非常にこだわってますね。でバスタオルとか入れていただくカゴがあったりとか、体重計がねこのようにございます。はい、こんな感じの体重計です。はい、で反対サイドこういったねタオルを干す台があったりとか、ボディーローションとかねハンドジェルがあったりしますね。で反対側にも同じようにアメニティがありまして、クールミントのねマウスウォッシュなんかもございます。
で、拡大鏡ですね。はい。こんな感じでございます。ここら辺も空かな。はい。引き出しは空ですね。で、下にはですね、こういったタオルとドライヤーがあります。ドライヤーね、ちょっと開けてみたいと思います。はい。そしてね、ドライヤーはこちら。珍しいですね。モッツヘア製のドライヤーとなってます。まあでもね、ビダルサスーンとかモッツヘアって言ったらね、そういった業界では有名なメーカーなので、申し分ないんじゃないかなと思います。そして、こちらがお手洗いですね。はい。電気つけましょう。はい。こんな感じのね、お手洗いとなってます。まあ自動ではね、開くタイプではありませんけど、ウォシュレットがね、このようについてます。結構ね、広いんですよね。はい。こんな感じのお手洗いです。で、ここら辺もね、一応障子でね、こうやって閉めていただくことがね、できるので、またね、閉めていただく雰囲気がね、違うんじゃないかなというふうに思います。はい。で、ゴミ箱ね、こういった感じのゴミ箱が置いてございます。じゃあね、温泉見てみましょうか。はい。ベランダね、こんな感じで進みまして、こういったね、ちょっと腰掛けられるスペースがあったりして、はい、温泉の匂いしますね。こう出していただくとね。はい、こんな感じ。めちゃめちゃ広いですよ、この温泉。家族で入っていただいても全然ね、問題ないぐらい。はい。こんな感じです。いい感じですね。ほら、結構もう蒸気出るんですよね。で、ここもね、ちゃんとシェードね、手動にはなるんですけど、閉めていただいてですね、目線を隠して、温泉ね、入っていただくことが可能というふうになっております。はい、いかがでしょうか。こんな感じのね、お部屋でございます。で、あまりね、使わないんですけど、一応ね、ここ、引っ張っていただくとね、網戸、こうやってね、閉めていただくこともできますんで、夏場なんかね、開けてですね、網戸だけ閉めていただくことも可能という感じです。はい。本日ね、こちらのプレミアムスイートの方にお邪魔させていただきます。いかがでしょうか?めちゃめちゃ最高ですね。はい。はい。それではね、Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい。ちょっとね、うまく Wi-Fi 接続できなかったので、速度の方に関しましてはね、また後ほど、こちらにでもね、ちょっと出しておこうかなというふうに思います。はい。ということでですね、無事に本日はですね、こちらのインディゴ箱根強羅さんの方にですね、チェックイン手続きが完了いたしました。一個ね、下のですね、コーナーキングルームっていうのを予約取らせていただいておりまして、スパイアアンバサダーの特典でですね、一つね、上のお部屋にスイートも含むお部屋にね、アップグレードしていただきまして、今回プレミアムスイートにアップグレードしていただいております。今回ね、食事付きのプランなんですけれども、だいたい食事付きでですね、コーナーキングルームを取ると、48,000円ぐらい。これがね、プレミアムスイート、通常だったら95,000円ぐらいのお部屋にね、アップグレードしていただいているという感じです。本当にありがたいです。で、チェックアウトに関しましてはですね、まあ、ちょっとね、リゾート地というかですね、こういった温泉地だからなのかもしれないですけど、16時ではなくて、今回ね、14時という感じです。もう記憶の中だとですね、16時だったかなと思ってたんですけど、14時だったっぽいですね。すいません。はい。で、今回ですね、ウェルカムアメニティでですね、まあ、またね、例のごとく一旦ね、ドリンクチケットを発行していただいて、使わなかった場合は、ポイントの方にね、していただくという感じで、お願いしております。はい。いや、無事にね、チェックインが完了しまして、まだね、11時過ぎですよ。本当にね、ありがたいお話でございます。で、今回はですね、アイアドの合宿ということもありましてね、まだ合流はできてませんけれども、まあ、またね、いろいろ動画を撮ったりとか、ライブをしたりとかっていうふうに考えております。まあ、まずね、ゆっくりさせていただこうかなというふうに思います。で、こちらのホテルね、何がいいっていうのは、やっぱりね、全室にですね、専用のね、いつでも時間関係なく入っていただくことができる温泉のお風呂がついてるっていうのがもう本当にね、めちゃめちゃ売りだと思いますね。ゆっくり疲れをね、取っていきたいなっていうふうに思います。はい。ということでね、今回のこちらのインディゴホテル箱根強羅さんのですね、チェックインからルームツアー編に関しましてはこちらで以上とさせていただきます。この動画がためになった、参考になった、面白かったよという方はぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただければ幸いです。あと概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして URL 貼ってありますのでぜひ合わせてフォローチェック。よろしくお願いいたします。私の動画の方ではですね、こういったホテル宿泊レビューであったりとか、航空機搭乗レビュー、あと旅に関するお得情報など発信していっておりますんで、ぜひね、情報の取り逃し、お見逃しないようにですね、チャンネル登録と、下のベルマーク、通知ボタンを押していただいてですね、次回の動画をお待ちいただければ幸いです。ということでね、また次回次の動画でお会いしましょう。